皆さんから見て教員したライターさんどう思いましたか時々意見が食い違うとか見受けられました。あの、清水さんですよね。清水さんは4年前のワールドカップの、えー、と雑誌の対談とかでいろいろ喋ってるだから初共演じゃなくて2回目で。で、清水さんが着てたあの上のジャケットあるじゃないですか。あれ、僕が普段生配信で着たらあのみんなに n i n スイッチみたいって言われてるジャケットと一緒、デシグあるやつ。<laughs> で、清水さん、あれこれデシグあるじゃないですかって言って。 僕、これのやつ、あの、あれなんですよって、デシュガールの3回でカスタムしてちょっと変えたやつやって、同じやつなんですよ、みたいな。かぶんなくてよかったね、みたいな話してましたけど。<laughs> それ以外は、まあ、清水さんだとそのぐらいの感じですから、意見が違くてもね。まあ,あ、それは。で清水さんの方がきついこと言ってるけどね、本当は俺より。<laughs> 絶対無理とか言ってたけどね。<laughs> 絶対、うん、そうそう。あ、確かに、あ、そう、あれびっくりしたな、あの、清水さんの。 あの選手任せにしたら今までにないサッカーができるって言われた時えっていう <laughs> あれなんか配信で俺顔に出ちゃってたよねっていう <laughs> あれは確かにびっくりしたなああマサルさん清水さんの久保はドイツに潰されるイメージしか湧かないっていうのをどう感じましたああでもあ別にねイメージの話に反応してもね それは清水さんのイメージの中の話だから。そう。だから、まあ、こういうのが議論しにくいってやつです。だから、僕が、あの、うまくいかんわかるでしょう。あの、性格上、その、なんで潰されるのかっていう。で僕の場合は、その、リバプールのスリートップ的な感じですと。イルミールが降りてきて、それによってスペースができるから、マーとかサラー入っていけるし、 インサイドハーフ。まあ、当時だとワイナウドとか出ていきますみたいなことだから、潰しに出てくることによってそこにスペース使うんですよって話してるんだけど、潰されるイメージしかわからないと言われると、相手のイメージの中にあることだから、それに対して、いや違うっていうふうにもう言えないんだよね、そうなると。だから僕はみんなのこう頭の中、アイデアを出して、そこでゲームしましょうっていう話じゃない。でも、僕と話す人で、それをやってくれる人っていうのは今までいないですよ。 みんなここで終わってることを発表して終わりだったり、ここには入ってくるんだって人だからで、そこに対して討論してくださいって言って入ってくると怒られちゃったりとかするから。そう、だからそれに関しては、で、こういう風に言っても、これがまたね、挑戦的とか反抗的に捉えたりするのも日本だから、まあそれはもう見てるみんなが判断してくるしかないよね。って感じかな。